お前は自分が何をしたか分かっているのか。わしの目を見ろ。ギルドというのはな、仲間の集まる場所であり、仕事の仲介所であり、身寄りのねえガキにとっては家でもある。お前のものではない。ギルドは一人一人の信頼と義によって形となり、そしてそれはいかなるものより強固で堅固な絆となってきた。お前は義に反し、仲間の命を脅かした。これは決して許されることではない。分かってる。俺はこのギルドをもっと強くしようと。まったく不器用なやつじゃの。もう少し肩の力を抜かんかい。そうすれば今まで見えなかったものが見えてくる。聞こえなかった言葉が聞こえてくる。人生はもっと楽しいぞ。わしはな、お前の成長を見るのが生きがいだった。力などいらん。賢くなくてもいい。何より元気である。それだけで十分だった。ラクサス、お前を破門とする。世話になったな、じいじ。体には気をつけてな。出て行け。参加しないの？ファンタジア。お前の晴れ舞台じゃ。客席で見させてもらうよ。ジージのとこ見つけられるのかな。わしのことなどどうでもよいわ。あ、じゃあさ、俺パレードの最中こうやるから。なんじゃそりゃ。メッセージ。ジージのとこ見つけられなくても俺はいつもジージを見てるって証。ラクサス、見ててな、ジジイ。プリン。姿が見えなくとも、たとえ遠く離れていようとも、わしはいつでもお前を見てる。お前をずっと見守っている。ああ、ありがとな。まだまだこれからだ。燃えてきたぞ。はいさ、俺らはフェアリーテイルの魔導士だ。